はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。のんながな野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、のちの天下人羽柴秀吉との全面戦争が始まりました。まず初戦は私たちが勝利を重ねているんですけども、さあ、ここからどんどん秀吉たちの大軍勢が迫ってきています。やっていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、羽柴家は3部隊で私たちが今城攻めしているところに向かおうとしている。12,600、2,500、そして51,000。この51,000はやばいぞ。行きましょう。さあ、まずはどこが戦いになる。ここか。戦場は狭く、勝敗の行方はわかりません。行きましょう。さあ、ボコボコにしてやる。はい、朝宮の戦い、北条綱重 VS 桃地三太夫。兵数は私たちの方が有利。行きましょう。さあ、行くぞー。桃地三太夫か。で、お互いの部隊を確認。これが私たちで、あー、これは向こうか。あー、大丈夫だ。よし、行きましょう。さあ、行きましょう。はい、海戦、朝宮の戦い。行くぜ。行きましょう。今回私は、うずめびのろし。で、向こうが、じんじんか。じゃあ、まずは、こののろしを守るように。さあ、始めよう。向こうが罠にかかるように。みんな、力を合わせよう。行きましょうか。で、まずはこうして。で、ちょっと私たちの本体である北条綱重の部隊数が心配。ちょっと弱いよね。覚悟せよ。ここだ。始めるぞ。さあ、まずはで、向こうは織田信勝が参加してる。そうか、清須織田家の援軍が来てるんだね。ご苦労なことだ。さあ、まずは、さあ、早送りして、で、迫ってきてるよ。さあ、来るか来るか。そろそろ、うずめびかからない。なぜだ。回避持ちか。違うな。何。覚悟せよ。覚悟せよ。さあ、どうする。デチ、あ、で、本田忠勝が来てるんだ。ナイス。これは心強い。で、なぜお前ら。くっそ、うずめびかかんねえじゃん。なぜだ。デチよ。で、こっちも突破されてるやつ。うずめびの意味なし。ご命令を。ちょっと回避持ちでもないのにな。はい、じゃあ、こう覚悟せよ。こういう時悔しいよね。愚か者には何とも言えない気持ちになっちゃう。死あるの。大丈夫か、みんな。好機は今ぞ。もう、ウズメビは無視。さあ、はい、行こうぜ。ガシン昇段。はい、ここは守れ。さあ、行け。ゲチ。じゃあ、綱重。はい、もう出番か。やりたい。前、心してかかれ。さあ、どうする。で、まず一部隊壊滅で、こう始めよう。で、もううずめびかからないじゃん。で、ここもう力押しだ。作戦変更。ゲチ。で、うずめびかかった。オッケー、ナイス。いいよ。ゲチ、容赦はせぬぞ。覚悟しろ。私たちの恐ろしさを見せつけてやる。すげー、強撃、いいね。これ総大将じゃないか。あー、信勝だ。信勝は許すな。ゲチ、はい。おい、こう、いいね、圧倒的だ。始めるぞ。よし、心してかかれ。まずはで、ガシン初端もうすぐ、あ、まだか。よし、いいよ。で、こうやな。はい、わかれ。さあ、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 敵を制す。さあ、急いでいくよ。我が軍略よ。で、敵の本体どこだ。じゃあ、ガシン初端ここは守れ。容赦するぞ。ラップは早くて追いつけない。今ぞ、攻め込め。まあ、こっからも一方的な戦いになるやろ。敵の居所が分かりました。お休みしてる部隊、君は何をしてる。さあ、行こうぜ。で、長くなった。しまった。さあ、やらや。で、まず一部隊壊滅。で、こっちも多分 OK。 よし、荒木村重撃破。ご命令。残りは桃地三太夫だ。油断大敵だぜ。まあ、総大将を務められるほどの総卒があるんですね。桃地三太夫で、ガシン初段。ここは守れ。いいぞ。好機は今ぞ。さあ、どうだ。あ、そこに並ぶ。なんでこんなところに並ぶ。今ぞ、攻め込め。さあ、オッケー。さあ、連戦連勝でございます。いいぞ。さあ、そして次の戦に行こうか。引き続きさあ、進行していきましょう。で、朝宮城到着。朝宮は
方位42日で交渉もできるかってなると筒井家も攻めたいね。で後瀬山落とした、ナイス、早いね。今度はこっち行くか、こっち行くか。はい、さあ立山向かいまして、で9800向かってるか。あ、家康のところに、待て待て待て、あーでもこっちも戦いになっちゃうな。じゃあ二条城、さあどうする、牽制してやる。あ、で牽制に成功したらしい、 OK。 で二条城と突着、方位97日か。いやーでも間に合わないだろうな。で秋になりまして米沢城豊作、ナイス報告いたします。さあそして兵糧は41万1000、素晴らしい、うまく買い放題だ。さあそれではもう一部隊送っていきましょうか。じゃあ榊原康政12700、で全部騎馬隊にしまして、さあ行くぞ、進むぞ。さあでこれでどうなる。はい、で二条御所に鈴木重秀の軍勢19300が到着、しまった。え、いやこれやばくない、大丈夫大丈夫、勝敗がいかこうか采配したいでしょう。大丈夫だ、これぞ。ああ勝っちゃった、勝っちゃったって言っちゃった。で城攻めはできんの、いやすごいな、よう勝ったね。まあとりあえず方位は94日、大丈夫か。いやー大丈夫じゃないだろう。でこっち、まあ来ちゃった、いやーこれはダメだろう。じゃあ指揮は取りません、頑張って、さすがにダメかな。まあしょうがねえか。でこちら毛利家と橋場家が戦になった、これは橋場家勝つんかい。もう照本しっかりしてよ。さあで次はどこ来る。で浅宮城落とした、ナイス、次だ次だ、ナイス。でこの方を問うよ。で次はそうやな、行くぜ、こっち、安土城、また安土城、ギリ、じゃあ牧島城で、はい、出陣する。さあどうする。で牧島城到着、牧島城は強行15日、早っ。で来るかな、はい、報告いたします。いやーちょっと安土城を攻めにくいな。これより、はい、表情でございます。策など、さあで新しい方策提案、でだな、じゃあ引き続き商業と、じゃあ農業、はい、でピッカーなし、金継ぐ、伊達政宗、そしてじゃあケニョさんで、よし、これにて表情を終える。あ、御用書に抜擢と出る、よしこれ取りましょう。で、あと農業、じゃあ玉川上水、よしこれ取りましょうか。あとはまあこんなもんでいいですかね、よしいいでしょう。ゲッチ、さあガンガン攻めていきましょう、行くぞみんな。で秀吉、気合を入れろよ。なんだ、大義名分か、戦意大事やな。気合を入れろよ。さあなんだ、大義名分、また大義名分、大事やな。で北の少女を落とした、ナイス、もらい受ける。さあではでは、池田恒興捕まってる、まあ逃がすか、はい、じゃあ逃がしてあげる、すまねえな。じゃあ金継ぐは騎乗、お疲れ。でもう一呼ぶ隊ぐらい集まらねえかな、1万5000か、もうちょっと時間かければ兵集めれるよね。で2万2700到着、うわきつそう。いやーどうだろう、勝敗がいかに効果采配したでしょう。まあここは采配取るか、さあ行くぞ。はい、長浜の戦い、片倉小十郎 VS 後藤勝元、兵数確かにやばいな。いやここはなんとか片倉小十郎を信じよう。さあまずはお互いの部隊を確認、まずはこれが私たちで、これが敵か、まあ、能力的にはね私たちが断然上だけど、いかんせん数がね、さあひっくり返せるでしょうか、行きましょう。はい、海戦長浜の戦い、行きます行きましょう。
今回私は柵、鉄砲水、鉄砲水、金、金で向こうが鳥居か。まずはとりあえずさやな。覚悟しておけ。始めるぞ。で多分ね敵の大将がこれなんじゃないかなと思うんだよな。ご命令を。さあなので。ご命令を。さあ罠の前に陣取って。ゲチ。行きましょう。お覚悟願おう。さあまずはで7800かかれかかれかかれ。なぜかかれない。ゲチ。下がるか。お覚悟願おう。さあさあ敵をこっちに来い。わあ来ねえ。なぜ来ない。敵の居所知れましたか。ねえ600か。さあどうだ。うわーかからないじゃん。罠のかからないな。ゲチよ。まあ行くか。ちょっとお覚悟を願おう。でかかった。オッケー7800鉄砲水。オッケー食らったよ。行こう。あーちっちゃい部隊がかかったか。んーでまずはかった。ゲチ部隊数も向こうのが多いか。ゲチよ。ゲチよかかれ。小部隊潰すか。引っかかったな。始めます。始めるぞ。かかれ。始めるぞ。今攻め込め。本陣切り込み大丈夫。じゃあはいはい。この首もらい受ける。大丈夫かい。でまず一部隊。あ、無部隊じゃん。かかれ。さあ小さい部隊を撃破しよう。やりたい。前へ。覚悟せよ。で5000。こいつは強い。ゲチ覚悟せよ。ゲチ攻め立てよ。で早めに手加減なさ。こっちの2200を潰したい。だーぬなかった。あーディーマにあったよかった。ご命令よ。これにて幕とさせていただこう。叩き潰せ。覚悟せよ。どうだいどうだい。手加減なしだ。そう沼は時間かかるな。いざ進まん。次は次はやりたい。この舞台潰せればここを攻撃できるよね。やりたい。前へ。なんとか頑張って。練り上げし我が部。よしで沼終わった。はい。ゲチ。でっか。始めるぞ。ゲチ。取り潰す。覚悟しろ。でここは、はいはい。さあ攻撃発生してる。オッケー。よ。かかれ。さあ行け行け。でこうか。かかれ。さあでまずはでこいこやりたい。どうかな。結構頑張ってる方やと思う。やりたい。前へ。時には大胆。でも攻め込まねばな。56きつそうやな。我らの破れ。で岡部さんやられたか。かかれ。ゲチ。ふ頑張れ。始めるぞ。ご命令よ。かかれ。だーなく今ぞ攻め込め。始めるぞ。でちょっと小次郎下がるか。ゲチやりたい。一旦みんなサポートしてあげて。どうかな。でまず一部隊よし。で敵大将を倒したんだ。オッケーナイス。容赦実は倒していた。オッケー。さあこの兵数差をこうなることはさあ分かっていた。この兵数差をそうさあでまず長浜城、まあ城攻めもできそうだな。はいで東洋さあ逃がしたよ。はい。すまねえな。さあ行くぞ。この城でこちら牧島城落としたナイス。でこの方をじゃあはいじゃあ逃がしまして、はい逃がしたよ。私けないで今度はいざ参る。こっち行くか。進め高槻城で、こっち行きたいけど、あーじゃあ18000出すか。じゃあ全部隊うまっ進め。さあ行くべ。で、ハブ城到着。ハブ城は方位43日。で、こっちから来るのは34000、まずい。大丈夫。で、長浜城交渉できない。あ、できないのか。でももうすぐ落ちるね。はい、かかれ。で敵が城から撃って出てきた。そういうことか。はい、指揮は取りません。こうなる。おーし。で長浜を落としました。ナイス。まあ越前は制覇したね。オッケー。さあ行くぞ。で高槻城到着。高槻城は強行44日。さあ行け行け。で早速来た。まあこれ勝てるか。もう終わりだ。よし。
何かと、ね、次は次ははい、さあではもう一舞台出してみましょうか。じゃあ、お、武田勝頼出てくるか。いいね、さすが信玄の息子よ。よし、じゃあ全部隊馬で出陣する。さあこれはみんな奮い立つよ。はい、さあどうだ。で伊賀上野城到着。伊賀上野は方位80日かかかるね。でまだまだ部隊出てくるもんな。19600、まだそんないんの、すげえな。まあ、北条ほどではないけど。あ、で、え、橋場家より交渉の申し出、真珠無条件で、こう、却下。まだまだ攻めれるぞ、私たちは。で、攻撃中の高槻城に22500到着。いやー、まあ、でも、こう、戦場上限狭いから大丈夫だと思う。もう。ほらー、ナイス。でも、白攻めきついな。交渉できる。いやー、まだ交渉できんか。うん、まあできるっちゃできるけど、伊賀上野城は交渉はできないか。二条御所はどう？あ、交渉できる。いいぞいいぞ。さあ行くぞ。じゃあ下妻雷連さんお願いします。私は武田家の下妻雷連だ。私が城主の前の忠康。じゃあ城主とこう。いやー、でも二条御所奪えたらでかいよな。まあここは欲張って城主交渉だ。なに全面解放なんだと。まあ、いや、残り14日やつらを日頃死にせ。容赦せぬぞ。で敵が城から出てきた。そういうことか。大丈夫だ。なんで1万もいるの。うわ、やってもた。でハブ城落としたナイス。敵を上げよう。クッソ行くまで。また二条御所攻めるぞ。いやー、1万8000出てくるんかい。くー、さあもう一舞台出しましょうか。じゃあ3100、いいね。よし、最上義明、じゃあお願いします。で行きましょうか。出陣するぞ。もう馬不足に悩まずに済みそうだね。行きましょう。さあ有岡城到着。有岡城は標高66日。はい。でで、これでどうなる。で、立部山城到着。さあ、ここは、方位38日の方がいいな。はい。さあ、では、毛利殿、後ろから橋場家を攻めてくだされ。は余裕なさそうやな。君や。で、安土城到着。安土城は、うわ、めっちゃ時間かかるじゃん。これ無理じゃね。まあ、とりあえず、じゃあ、ちょっと。場所変えよう。なので行くぞ。じゃあ二条城攻めるか。はい、出陣するぞ。ほい。で脇坂安治が説得に応じる。あ、そうなの。でここはやば。いやー、ここ無理か。もう終わり。あ、勝っちゃった、すげえ。わわわわわ。いやー、でももう高槻城攻めれない、無理だ。騎乗させよう。ふー、まあ向こうをだいぶ苦しめてはいる。で、大雪でございます。で、雪の対策はしてるよね。OK。いや、でも被害結構でかめ。で、子供がどんどん生まれてきてるね。いいよ。報告いたします。さあ、で、ここで表情かな。はい、表情。さあ、新しい補作ではない。当たり事ならば。これか。いいね。清吉、そうね。清吉。土井清吉のね。ここ。あ、商業との儀でいいか。で、ピッカーン、片倉小十郎、で、金継ぐ、そして、伊達政宗、いいね。これにて、表情を終える。さあ、で、よし。じゃあ、はい、これね。で、次はそうやな。この辺とか取ってきたいな。じゃあ、はい。公安徴収と馬山徴収。はい、ダブルで。よし、これでいいでしょう。で、当家に使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい。多いな。はいはい。あ、で、名古屋さんだ、山三郎ね。で、はいはい、はい、ようこそ。かたじけない。さあ、毛利家と一緒にこの橋場家を攻撃していきたいですね。行きましょう。乱世は。さあ、で、秀吉、大盤振る舞い。はいはいはい、あった。私も対面使う。
足軽精錬切れたね。オッケー。我が志す。さあ、あと半年ぐらいは攻めれるか。よし、行きましょう。ちなみに継戦8ヶ月か。で、ここ毛利家と橋場家、これは橋場家勝つ。テレモト。で、二条御所到着。二条御所は標高64日。いいね。さあ、急げば落とせる。はい。で、攻撃中の建部山に、21100が到着。また毛利3台か。まあ、大丈夫でしょう。天下をほらー、ナイス。勝ち続けるのみ。よし、この2人を、はい、じゃあ逃がしましょう。片付けない。でも結構被害も大きかったね。で、朝廷より使いの者が来ております。はいはい、お通しなさい。まあ貝を買ってくれって話な。うん、まあいいだろう、金はある。で、有岡城に15800が到着。きっついかな。どうだろう。あー、無理か。くっ、だいぶ縛ったじゃない、縛ったじゃない、橋場家も盛り返してきたね。で、ここ二条御所、さあ追い返してやりなさい。負けるわけには。オッケー。ナイス。で、この方、ナスカマサイエだ。はい、じゃあ逃がします。はい。片付けない。さあ行くぞ。で、立て山城をひょろ攻めで落とした。なんでトゥルンだったんだ。我らは止められぬ。じゃあこのまま弓木城を攻めよう。進め。はい。で、弓木城落ちた。ナイス。いいぞ。我らは止められぬ。さあ、で、この方逃がして。で、次はこの隅城。うわーい、26000来るか。うん、じゃあ一旦騎乗させる。でででで、攻撃中の伊賀城に7200が到着。さあ、向こうも兵を小出ししてくる。はい、天下制。さあ負けんぞ。必ずや成し遂げようぞ。で、伊賀上野城は交渉できない。あ、できる。でもあと4日か。オッケー、ナイス。勝ちだ。さあ、そして勝ちの日を上げよう。じゃあ高槻城。皆の者続け。で、来ました。当家に従属している南部家ですが、家臣として取り込んではいかが。いいですね。待ってました。この信長、今後は家臣としてお使いいたします。よろしくお願い申し上げます。よろしく。いい心掛けじゃ。いいね。さあ、東日本は全部武田領になりましたね。うわー、これはめでたい。ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ごめんでした。さよならー。